皆さんこんにちは、ゆうすけです。長い長い梅雨空が晴れ渡った今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっぱりあれですかね、心の梅雨空は未だに晴れてないよっていうところが正直なところですかね。大西常喜さんをめぐる一件についてはいろいろと思うところがあって、いやもういろいろと思うところがありすぎて動画を見てくださってる皆さんもいい加減もう触笑気味だと思いますし、なので今回はその話題を用いながらも少しだけそのズームアウトした視点のお話をしてみたいと思うんですけど、今回の一件でつくづく思うことは、大西常喜さんが主観っていうワードを会見の中で用いられていたように、人間は避けがたく自分の見たいように、自分に都合がいいように物事を解釈してしまう生き物だなっていうところで、このことは僕自身も含めて全ての人が政治のことに関わらず日頃から気をつけなければならないことなんですけど、自分にとって反対意見を述べる誰かがどうして自分とは違う反対意見に至ってるのかっていうことへの想像力を欠いてしまえば欠いてしまうほどに、あるいは疲れ切ってしまって心の余裕を持てない時など、どうしても物事を捉える視野が狭まってしまって、そうなった時人はどうしてもこう理性よりも感情の側にシーソーがこう傾いてしまって、そのまま視野が狭まった一面的な物事の見方のままに感情に流されてしまう傾向があるんですよね。だからといって感情に流されない理性的な人が優れているのかというと、そうとも言い切れなくてですね、そういう人もケースが違えば感情的になることもありますし、だからこそその時その人がどうしてそういう感情に至ったのかということを理解するっていう努力が必要ですし、感情的になってしまいがちな人もまたこう理性的な人のこうドライさっていうものを認める努力っていうものが必要で、結局のところ会見も別々のものになってしまって、実際の両者のやり取りを生で見れていないっていうこともあって、推測でお話しするしかない部分が多いんですけど、いや違いますね。たとえ両者のやり取りが公開されていたとしても、なお人は自分の見たいように物事を解釈し、見たくないものには蓋をしてしまうっていう生き物なんですよね。前回のお話の動画にも通じてくるところなんですけど、この世は実は巨大な一つの生命体であるという一の意識、一の世界のビジョンで物事を捉えたなら、理解しがたい言動や行動を取る人やかける言葉も見つからない悲運に見舞われたような人と、この世に生まれるスタート時点からその人として同じ肉体で同じ環境や文化、同じ人間関係に囲まれながら全く同じ人生を歩んだなら、自分も同じ場所、同じタイミング、同じシチュエーションで同じ発言や行動をして、同じ失敗や同じ悲運、同じ苦しみを味わっているとも言えて、目の前の人の苦しみや悲運や理解しがたい行動は、自分が引き受けるはずだった苦しみや悲運や理解しがたい行動を、その人が自分の代わりに、その引き受けてくれているっていう風にも言えて、その日常生活の中でそんな風に考えるっていうことはなかなか難しいことではあるんですけど、とはいえ今回の騒動のことは一個人や一企業の問題ではなく、日本の未来や日本国民の存続を背負う政権交代を目指す政治団体の中でのことなので、
今回の件は緊縮サイドの人々の格好のつけ込みどころとなり、なので支持者同士や国民同士の分断を招くような選択肢ではない、別な方法はなかったものかを、僕も随分考え込んでしまいました。大西常喜さんは令和新選組の存続すらも危うくした。この大騒動に対して謝罪の撤回を突きつけられてしまった令和新選組メンバーの気持ちや、生産性で人の命を計らせないっていう党が重んじる基本理念みたいなものへの配慮が足りなかったのかもしれませんし、大石あきこさんもその類まれな正義感を暴走させる前に踏むべき手順があったのかもしれません。山本太郎さんや事務局の方々はこういった問題が噴出した際の準備が不足していたのかもしれませんし、政党としての体制が甘い部分があったのかもしれません。だからこそ結論を急がず、もっともっと時間をかけて議論を深めて、命に対してシビアな視点を持つ大西さんとコミュニケーションを深めて、支持者や有権者の意見にもじっくり耳を傾けながらこの問題と向き合うべきだったのかもしれません。そして何より大西さんも太郎さんも令和新選組に希望を見ている多くの支持者の不安や、その後の日本の未来に与える影響に対する想像力っていうものに書いていた部分があったのかもしれません。僕のチャンネルの視聴者の方は主にこう人生経験が豊富な年齢層の方が多いようなんですけど、そういう方であれば今までの人生の中で他者と分かり合えない苦しみっていうものを過去に何度もね、その経験されてきているんだと思います。僕もそうですし、ですがこれは繰り返しになってしまいますが、一個人や一企業レベルの問題ではありませんからね。これから野党の中心となって政権交代を目指していくはずの政党のお話です。だからこそ清濁合わせ飲む強さといいますか、懐の大きさといいますか、いや、それでも太郎さんはこれまでそういう力を発揮しながらここまでたどり着いてきた人なんですよね。けれども太郎さんだって万能ではありませんし、ご自身でもそういうようにたかだか山本太郎ですから、間違うこともありますし、偏見だってありますし、今回のように思いもよらぬ問題にぶつかってしまうっていうこともありますよね。貨幣の仕組みの真実と供給力を充足させていくことが多くの国民を救うことになることを野党勢力で誰より理解している大西さんと令和新選組の両者が、日本の未来、国民の未来を第一に見据えつつ歩み寄れなかったことは確かに残念なことで、とはいえもう過ぎてしまったことは仕方ありませんし、個人レベルのこういった話であれば分かり合えない人は単に放っておけばいいんですけど、政権交代を目指す国民同士、反緊縮を掲げる者同士ではそうもいかず、はじめにまず自分の正しさが先行する、平行線の主張合戦はこれを機会に終わりにして、譲れないものがありながらも初めに相手の気持ちや考えを理解するプロセスが先行する、交われない平行線をこう隣の線にくっつくくらいに太くするべく分かり合えないながらも分かり合えない相手を理解し尊重する努力を重ねながら、前に進んでいくしかないのかもしれませんね。その本当に政権交代をなすためには立ち向かうべき相手はあくまで緊縮財政や消費増税という名の、それこそ優生的命の選別を長年にわたって実際に成してきた
現政権以外にありえないわけですからね。僕が好きなラッパーの一人にですね、ボスザ MC っていう人がいて、あかりっていう曲の中で、完璧な人間なんてどこにも一人もいない、みな善と悪半分ずつで一人さというラップをするところがあって、そのことをしかと胸に秘めて生きていきたい今日この頃です。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。